はい、こんにちは、どんこです。今日の動画はですね、ホヤです。はい、で今までは育てやすいホヤを、紹介したり、まあ刺し木を紹介したり、まあ、日常的な、お世話を紹介したりしたんですけど、まあ久しぶりにちょっと別の話題を、お話ししようかなと思います。今までなんかね、ちょっと初歩的なというか、そういうのちょっと話しすぎて、まあ全部同じような動画になってきてたんで、まあちょっとこれからはなんかホヤ一つ一つについて、なんか細かいこう注意点とかそういうのを紹介できたらなと思います。はい、じゃあまずはまあそうですね、ちょっといつもと違う話題編、まずはですね、はい、この子ご存知でしょうか。この葉っぱの形というか質感が独特ですよね。こういうやつ、質感は結構マットな質感で、あんまり艶っぽくはないですね。でそこにこう葉脈が真ん中に1本走って、でこう枝分かれした葉脈、それがこう真横に広がるようなタイプですね、こいつ。なんか他のまあホヤ、クレメンショーラムだったり、あとまあジェニファーだったりブルさんだったり、まあ、そういうやつらっていうのはこの葉脈が網目状に広がっていたり、もうここ根元からバーッと一直線で走るような種類っていうのはまあよくいるんですけど、この子はですね、その見ても分かる通りちょっと暗いかな。はい、こういう感じで一本通ってて、こいつか一本通って横に広がっていくようなタイプです。でこの子は今若干紅葉してますね。少し赤みがかってて、うちに来た時はもっと赤かったんですけど、まあ、ここそんなに直射入んないんで、まあ、だいぶ紅葉が落ち着いて緑色になってきています。はい、こういうやつ。あ、名前言ってなかった。はい、こいつの名前はですね、ホヤペニンシュラリスです。ペニンシュラリス、はい、こういうね、まあ葉っぱはまあ、そこそこ大きくなりますね。まあ、手のひらよりないぐらい、多分、まあ、もうちょっと大きくなれば、まあ、手のひら超えるぐらいの葉っぱの大きさにはなるのかなと思います。はい、でこいつはですね、うちに来てだいたい半年かな、半年ぐらいは経ちました。経ったんですけど葉っぱの数が少ないですよね。今まあ葉っぱの数としてカウントできるようなやつはもうここの1枚、もう3枚あるんですけど、まあ、ちょっと成長不良で形おかしいんで、まあ、カウントしないとして、まあ、3枚ですね。うちに来て3ヶ月経ったんですけど、葉っぱは3枚しかありません。うちに来た時は7枚ぐらいありました。でまあそうで、今回こいつについてお話ししようと思った理由なんですけど、このホヤペニンシュラリスってめっちゃむずいんですよね。僕的にめちゃくちゃむずいっす、育てるの。とてもじゃないけど、このかっこよさだけで、まあホヤこれから始めたいですよって方にはとてもじゃないけどおすすめできるようなものではありません。そう、まあ、理由がまあいくつかあるんですけど、まあ最初にまあちょっと話しておくべきこととしては、まあそう、こいつうちに来た時からもう調子悪かったんですよ。まあ某オークションで落札して、まあそっからうちに届いたんですけど、まあもう蓋というか梱包を開けた瞬間に、まあ、やばそうって思うぐらいちょっと様子が危なくて、なんかそのなんていうんかな、もうほんとこう肌感なんですけど、やばそうやばそうやって、でそっからまあ1ヶ月2ヶ月3ヶ月ってこう経つにつれて葉っぱがどんどん落ちていくんですよね。最初ほんと7、8枚ぐらい、もっとあったかな、10枚ぐらいあったんですけど、もう月日が経つごとに葉っぱが少なくなっていって、でもう今7月後半、気づけば葉っぱは3枚っていうね、そういうやつなんですけど、僕はこのホヤペニンシュラリス葉っぱがめっちゃ好きでずっと欲しかったんですよ。
で、まあ購入して、もう今は葉っぱ3枚で。で、この葉っぱが3枚になった理由について、僕なりにこの半年近くずっと考えてたんですけど、この子は多分、根腐れにめっちゃ弱いんですよね。もう根っこが、ちょっと腐れそうって思ったら、もう、はい、死にますみたいな。あ、もう葉っぱ落とす落とすっていう感じの、なんかすっげえ極端なやつで、根っこが腐りそうになっただけでお前葉っぱ落としてないみたいなぐらい、こう根っこ土のその湿り具合にすっげえ敏感な気がします。じゃあこのホヤペニンシュラリスをその元気にうまく育てるにはどうしたらいいかっていうとですね、多分こいつはもうとにかく水はけのいい土ですね。あの水ゴケじゃダメだと、ダメってことはもちろんないんですけど、あの室内ってやっぱ外と比べてまあ空気の通りもまあ悪いし、土って乾きづらいですよね。なんでまあ室内で育てる以上、この用土に関してはもうベラボン一択じゃないかなって僕は思いました。水苔みたいな保水性の高い土を使っちゃうと、もう根腐れ起こしてもう1ヶ月もたねえんじゃねえかなみたいな実際にこいつを水苔で育てたことはないんでわかんないんですけど、まあ、この環境でこの子だけが本当に調子悪いんですよ。この子だけ。他のホヤたちはまああの一見難しそうなウンデュラータ前の動画であの購入したけど調子悪いよっつって嘆いてたんですけど、ウンデュラータはですねもう調子戻しました。あの動画からだいたい葉っぱが5枚ぐらい増えました。あのウンデュラータって葉っぱが硬くてかっこよくて、まあ、葉っぱが硬くてかっこいいホヤって成長遅いんですよ。だいたいなんですけどね、だいたい遅くて、まあ、こいつもまあ成長遅いんやろなって思い寄ったんですけど、あの動き出したらめっちゃ成長早くて、もうあっという間に葉っぱが、これうちに来た時はだいたい3枚4枚ぐらいやったんですけど、もうあんまもう数える気なんないぐらいの葉っぱの量になってくれました。ウンデュラータは見た目の割に育てやすいですね。だけまあペニンシュラリスと比べたらかなり育てやすいと思います。で新しく出た葉っぱはこうやってちょっと紅葉、まあ、紅葉ではないけどちょっとあの紫がかっててかっこいいですよね。でこのウンデュラータってこいつあのアリ植物なんですよ。いや違う、今回の動画はウンデュラータじゃなくて、まあ、ペニンシュラリスですね。ウンデュラータはまた今度あの別の機会にお話しします。はい、まあ、ウンデュラータはいいとして、まあ、そこホヤペニンシュラリスですよこいつ。まあとにかく根腐れに弱い、マジで弱い。まあツイッターだったり、あと英語で検索してあのインターネットでこのホヤペニンシュラリスを育てている人の、まあ、記事だったりサイトだったりっていうのを結構見たんですけど、まあみんな口を揃えて根腐れに弱いっつって、まあ植物大体根腐れにはよ、まあ、根腐れ好きな植物なんていないんですけど、ホヤペニンシュラリスはまあ比較的強い植物であるホヤの中でももうトップクラスで弱いんじゃねえかなって思います。でこの超根腐れに弱い、もうあの保水力なんて必要ないんじゃないっていうね、あのこのホヤの、まあ、育て方ですよね。育て方は僕はこのまあ用土はベラボンを、まあ、メインにして、でこの鉢の底の方、そこ1センチぐらいはあの発泡スチロールとかを入れてあげた方がいいんじゃないかなって僕は思います。こいつに関しては他のホヤは別に発泡スチロールとかいらない、入れんでも別になんか勝手に育つんですよね大体。やけどこのホヤペニンシュラリスは今うちに大体40種類ぐらいホヤいて、まあ、40種類もう全部ここにこの空間に突っ込んでるんで、全部同じ水やりペースやし、全部同じ室温湿度で全部管理してて、でその中で、まあ、40種類近くいる中でこいつだけなんですよね調子がずっと悪いの。
でこの子の置き場っていうのは窓際で、あの日光も程よく当たってプラス真上にアマテラスが一発照らされている、もうあの VIP 席なんですね。 S 席にこいつ座ってて、 S 席に座ってるにもかかわらず葉っぱ落としまくるんですよね。で、あのこの下の方見えるかな、ここの方にもうなんか汚い葉っぱが展開してるんですよね。ただこの汚い葉っぱもこのホヤペニンシュラリスの貴重な貴重な葉っぱで、そう、あで最近そのもうこいつ全然調子上がらんと思っていろ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 調べた結果、水嫌いじゃないか、その根腐りに極端に弱いっていうのにまあ気づいて、でそっからこの子このペニンシュラリスだけ鉢に水やりするのもやめたんですよね。もうあのシャワーでバーってあの葉水して、でその葉水がもうこのツタだったりこの支柱これにこうツタッと落ちてくるぐらいの量で僕は今こう育てていて、でそういうもう水はほぼあげない、この用土には水をかけないっていうやり方で育て始めてようやくツルが出てきました。それまで半年間もうあの他のホヤみたいにもうまあ2日に1回3日に1回ぐらいもうこの用土にも水バーってあげて、でこうもう下から水がバーって出てくるぐらい水与えてたんですよね。その頃そのやり方でやってた時はその新芽が出るんですよ。新芽は出るんですけど、もう出てもだいたい小指ぐらいのサイズまで新芽が育ったらポロッと落ちるんですよね、変色して。やけどまあ最近そのもう土に水を与えないっていうやり方にし始めてようやくツルが出てきました。ここまで神経使ったホヤって僕いなくてそうで、ツルにまあ今のところ葉っぱが3枚ぐらい新しく出ようとしてますね。でここ今2枚ここに葉っぱがあるんですけど、この2枚もまあ特に枯れる予兆もないし、まあまあまあこっから元気に育ってくれるんじゃないかなって思います。で今この用土はもうさっきほんと水 やってないって言ったんですけど、もうこんな感じですね。ベラボンももう完全に乾ききってて、ベラボンって水がつくと黒っぽくなると思うんですけど、もうほんと茶色って感じの乾いたベラボンの色ですよね。これでも鉢ももうほんと水入ってないんでカラッカラですですね。やけなんか俺ホヤ得意じゃと思っていろいろ集めてて、でこのペニンシュラリスがやってきて結構衝撃受けましたね。なんかめっちゃむずいやんみたいな。他のホヤって結構まあ水好きなんで、まあ、水バシャバシャあげても、まあ、それあげる分だけ元気に育つみたいな感じだったんですけど、こいつはめっちゃ水嫌いっていう感じですね、僕的に。まあ、今日ちょっとあげようかな、さすがに。でさっきそのもう水はけがとにかくいい用土がいいんじゃないって話したんですけど、まあそうですね、もうさっき話したみたいにここに下にだって1センチぐらいもうほんと発泡スチロールとかを敷いて上にベラボン乗せるみたいな感じがいいんじゃないかな多分。で僕はそれやってないんですよ別に。まあなんでその発泡スチロール引いてないかっていうと、まあそのせっかくこうやって今新しい新芽が調子よく出てきているんで、なんかねその植え替える時とかに折れたりしたら嫌だなっていう、もうほんとそんだけの理由でまだやってなくて、もうちょっと安定してもうちょっと葉っぱがあと 3,4 枚大きく育ってくれたら、さっき話したようなちょっと発泡スチロールとかを下に引いた管理に変えようかなって思ってます。まあ、実際僕やってないんでその方法をおすすめするのはちょっとまあおかしな話なんですけど、まあ本当に
水やりをやめてから調子が良くなったんで、まあ、だいぶ変なやつっすよねこいつ変なやつ本当に。まあその水やりというか用土がこう濡れてる状況、根腐れしやすい状況が嫌いってことは、まあそのよく考えると世話がそこまで必要ないホヤってことですよね。あの割と放置であの育てることができるホヤっていう見方もできるのかなとも思います。僕がなんでこのペニンシュラリスをすっげえ苦手って感じてるかというと、僕はめちゃくちゃ水やりが好きなんですよね。めっちゃ水やり好きで、もう好きあらば水やりみたいな、水やりみたいな感じなんですけど、そういう人間には向いてないかなっていう話ですね。なんかこの子がなんか難しいってよりは、まあ、水やりが好きな人間には向いてないかもっていう。めっちゃかっこいいんですけどね。まあ僕はその幸いにもこのホヤペニンシュラリスがもう土カラッカラぐらいが大好きっていうのに気づけたんで、まあまあこっからはうまくできるんじゃないかなって思います。ただまあそれを気づくのにだいぶ時間かかっちゃったっすね。半年ぐらいかかっちゃって、やっぱホヤってなんか今ここにいっぱいホヤいるんですけど、まあ、みんな水好きなんですよね。なんかそれが普通と思っちゃってて、でこのホヤペニンシュラリスが生息している地域はあのどこ、ね、マレーシアかな、マレーシアのペラ州っていうところに、主に生息しているらしいんですよね。そうですね、こいつはもう本当にかっこいいんですけどね。であのホヤペニンシュラリスは比較的、ま、新しいホヤっぽくて、ちょっと前まではホヤテディベアって名前で流通していたっぽいですね。どの辺がテディベアなのかよくわかんないんですけど、で割と最近そのちゃんと学術的に登録されてホヤペニンシュラリスっていう名前がついたらしいですよ。なんかこいつは、うん、でそのホヤペニンシュラリスって昔はもっと高かったんですね。もっと高かったんですけど、最近はだいぶ値段落ち着いてきて、まあ、大体8000円から1万2000円ぐらいで購入できます。やけどまあホヤの中では高いですよね。まあそう高い理由っていうのも、まあ多分その根腐れにめちゃくちゃ弱いんで、その輸送時のダメージケアとか、まあ、そういうのを考えるとなかなか比較的出回りづらいホヤなのかなって思います。そうなんかやけんもうホヤをどっかに発送とか したいって時は、ホヤっていうかもうペニンシュラリスをどっかに持っていきたいって時はもう3日4日前ぐらいから用土の水を切らないとダメっすよね。多分水じゃない、用土がもう本当に湿ってる状態で梱包して発送とかしちゃうともうダメっすよね多分めんどいっすよねこいつ。かっこいいんすけどね、めちゃくちゃ。でその僕がもう葉っぱも今まで落ちた葉っぱって言ったらもう20枚近いんですよね。あのちっちゃいあの新芽が出てきてももう3日ぐらいで落ちるみたいなのずっと繰り返してて、で最近もう本当にやっと新芽がちゃんと成長するようになってきてて、なんかよく見るとこの辺かな、ちょっと多分あんま見づらいと思うんですけど、こういうところ、これとか、あとこことか、これこことか、あのだいぶ動いてきています。あとここもか、こことか見えないですね、すいません。あのもう新芽がもう何個やろうこれ、7発8発ぐらいあの出てき始めました。なんかあの環境というか、まあ環境が整えば早いっぽいですねこいつ。水を切り始めてまだ2週間ぐらいしか経ってないんですけど、もう新芽が7、8発ぐらい今から
動こうかなみたいなやつらが7、8発出てきてるんで、まあまあ水を辛めにしてあげれば、まあ、問題はなさそうですねこいつ。まあ、ただ僕がそれに気づくまでにすっげえ時間かかってめちゃくちゃ苦手意識を抱いちゃったっていうめんどくさい小屋でした。はい、まあ、今日はこんな感じで23分か、はい、ホヤペニンシュラリスの、あ、いったいった、今日は、ホヤペニンシュラリスです。はい、サムネ用で撮ります。こっちか、はい、ホヤペニンシュラリスの、まあ、育て方というか、まあ、注意点、まあ、僕的にちょっと難しいよっていうホヤの紹介でした。まあそうですね、水は少なめでいいホヤです。よく言えばあまり手のかからないホヤですね、はい、葉っぱはすっごくかっこいいです、はい、花も可愛いんですよねこいつ。まだ花咲かしたことないんですけど、あ、いった、あ、やば、え、大丈夫か、うわ手で新芽バカってやったかと思った、危、え、折れた、いや大丈夫か、危な、はい、今日は、ホヤペニンシュラリスの紹介でした。あの質問だったり、ま、アドバイスだったり、ま、僕あのなんていうかな、なんか育てていて僕の感覚で今ベラベラ喋ったんで、なんかちょっとそれ違くないみたいなこととかあればもうあのぜひあのコメントお願いします。僕もあのいろいろ勉強不足な部分しかないんで、あのそういうアドバイスいただけるととても、嬉しいです。お勉強になります、はい、今日は、はい、そうですね、こんな感じの動画でした、コメントや、アドバイスなどあれば、コメントやっていう質問やアドバイスなどあれば、まあ、何でもコメントお願いします。 あとですね、あの最近夜10時ぐらいからあの YouTube ライブをやってるんで、まあ、もしあのお時間がある方はぜひ、遊びに来てください。多分ですね、編み物だったりビーズ作りだ、ビーズでアクセサリー作りだったり、まあ、そういうものづくり系のことをしてるんで、まあ、なんか適当にコメントいただけるといろいろ喋れると思うんで、はい、お願いします。じゃあ今日はこんな感じでありがとうございました。